皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学、今回は正の数と負の数の2回目、マイナスのついた数量についてお話します。まず数量にマイナスがつくとどうなるのかということを説明してから、後半で練習問題を何問か解いてみます。ではまず説明から聞いてください。ある基準を0と決めて、いろいろな数量を正の数、負の数、これを使って表すことができます。その時数量に負の符もマイナスですね、これがついていると反対の意味を表すようになります。2つ目がとても大切なところです。テストで出やすいところなので、これしっかり覚えてください。その数量にマイナスってついていたら意味が反対になる、こういうことです。では反対の意味を持つ言葉、いくつか挙げておきます。括弧1番、高い、反対は低いですよね。高いの反対は低い。大きいの反対はこれ小さいですね。そして増加、これ増えることですね。増加の反対は減ることですから、これ減少になります。増加の反対は減少です。そして方向でいくと、東の反対は西ですね。長いの反対は短い。そして重いの反対は軽い。まあ他にもいろいろな反対の意味を持つ言葉、対になっている言葉はありますけれど、まあ大雑把に言うとこういうものがありましたね。ではこういうものにマイナスの数字を使ったらどうなるか、マイナスのついた数量、これについて考えてみます。括弧1、マイナス500円の収入、この収入の金額にマイナスってついていますよね。そうするとマイナスがついているので、実際の意味はこの収入の反対の意味になります。ですから普通の言い方に直すと、まあプラスをつけましょうか。プラス500円の支出と、こうなりますね。お金が入ってくるはずなんだけれど、マイナスがついていくんでいるんで、実際にはお金が出てっちゃう方ね、500円の支出になっちゃってると、こういう意味ですね。括弧にマイナス 30kg 軽いと、ね、重さのところにマイナスがついているので意味は逆です。で軽いの反対は重いですね。ここにありました、軽いの反対は重いですから、実際にはプラス 30kg 重い、こういう意味です。括弧3番、海面よりマイナス 30m 低いと、数字にマイナス30となっているので、実際の意味はこの低いの反対なんですね。ですから低いの反対は高いですから、実際にはプラス 30m 高いと、海面より30メートル高いという意味なんですね。ではこの意味の説明が終わったところで、次は練習問題何問か解いてみます。では数量を正の数、負の数を使って表す練習、これをやってみましょう。穴埋め形式です。括弧1、10人増えたことをプラス10人と表すと、7人減ったことは何とかと表す。こういう問題を解くときには文章の中に含まれている反対の意味を表す言葉、これを見つけます。この文章の中では増えた、そして減った、この2つが反対の意味を持つ組み合わせですね。そして増えたことをプラス、正の数を使ってプラス10人と表しています。それに対して7人減った、
減ったは増えたの反対ですから負の数を使ってマイナス7人とこのように表すわけです。括弧に A 地点から西へ 3km の地点をマイナス 3km こう表すと A 地点から東へ 5km の地点は何とかと表す。この時にも反対の意味を持つ言葉の組み合わせ探しましょう。これは西と東ですね。西が負の数を使っているのでその反対の東、これは正の数を使って表す。ということでこの地点はプラス 5km とこうなるわけですね。括弧3番です。2000円の利益、これをプラス2000円、こう表すと5000円の損失は何とかと表す。利益ってお金が儲かることですよね。それに対して反対の意味の言葉は損をすること、損失ですね。で利益の方が正の数でプラス2000円となっています。ですから反対の意味を持つ損失、これは負の数を使って表します。ですからこの損失はマイナス5000円とこうなるんですね。括弧4番です。テストの点が平均点よりマイナス20点高かった。いや高かったのと思ってるんですけどね、これは実際は平均点より20点なんとかという意味になる。ね、負の数で数字に負の数をつけて表すと意味が逆になるよって言いましたよね。ですからマイナス20点高かったということは実は平均点より20点低かったと、こういう悲しい結果になるんですね。マイナス20点高かった、ちょっと高いという言葉から嬉しくなりそうですけど負の数なので実は低かったと悲しい結果でした。今回はマイナスの符号のついた数量、その説明と実際に練習問題穴埋め形式でやってみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。